初回はその先発の森立ち上がり先頭福田がエラーで出て2アウトながらランナー1アウトながらランナー3塁となったところでシュインデルの当たりこの打球がセンターの前に落ちるタイムリーヒットこれでオリックスが初回1点先制シュインデル今日3番に入ってタイムリーを放ちましたそしてオリックスの先発は宇田川その初回のマウンド2アウトを取って3番の小園レフトをやや下げましたがレフトフライ宇田川が3人1つ三振も奪っての立ち上がりとなりましたそして2回の宇田川2アウトを取って二股をスイングアウトの三振今日スターターを務めた宇田川2イニング21球6人2つの三振も取りましたそして4回この大森のファインプレーがありました源の当たりを大森がダイビングキャッチこの大森のスーパープレーそして5回の森福永三振9番の上野も三振2者連続の三振に切って取りましたさらにランナー1人を置きましたが宗をショートへの当たり5回もゼロで抑えた森結局今日5回までのピッチングわずか2安打に抑えた森の好投がありましたそして6回オリックス2塁3塁というチャンスで源セカンド右ライトへのこれが2点タイムリーセデーニョ池田とホームに迎え入れて源の2点タイムリーで3対0オリックスがリードを広げました9回は広島カープは深夜池田を三振さらに源もこの縦の変化球で空振り三振2者連続の三振に取ったんですがエラーでランナーを出したところから2人のバッターにフォアボールを与えて満塁のピンチここで途中出場の渡辺が押し出しのフォアボールを選んでオリックス追加得点4対0と9回も1点を追加しましたこの後深夜が抑え9回は入山2アウトを取り最後は聖カネをスイングアウトの三振カープファン限定空間カープ券誕生豪華ゲストと双方向でのやり取りを楽しみながら1軍2軍のカープ主催試合をライブで視聴詳しくはスカパーカープ券で検索